こんにちは。やばい引き分けやっちゃいました。引き分けで喜んでる選手いましたけど、引き分けと勝ちでは随分勝ち点違いますからね。危機感持ってますか？引き分けで喜んでる場合じゃないっすよ、マジで。引き分けで褒めてるサポーターも今の状況を考えると甘すぎです。私も秋田戦見に行ってきました。まあ、現地で試合を見ていて言いたいことはたくさんあります。白紙だけがいいとは思いません。引き分けじゃ昇格できませんよ。本当に危機感を持ってください、選手たち。持ってるって今思ったそこのあなた、勝利という結果で私を黙らせてください。それでは今日の採点こちらです。林さん、そろそろ交代した方がいいんじゃないですか。あらかじめ言っておきたいのは、私はあなたのことをリスペクトはしてます。実績もあるし、 SNS も線では PR してくれてる。でも今出れる状態かって言われたらやっぱり疑問ですね。そこは全盛期にほど遠い、多分ご自分で一番感じてると思いますけど、正直あなたじゃなければ違うキーパーだったら勝ち点拾えたんじゃないかっていう試合はあります。ゴールキーパーでそれほど勝ち点変わるからです。私はあなたのことはリスペクトしています。それでも厳しいことは言わざるを得ません。相良、ナイスゴールでした。それでもシュートを結構外してたし、消えてる時間もあったので、このような点数になりました。まあ、エベルトン、ゴーケ、山田はちょっと試合によって波がありすぎですね。まあ、今回は結構消えてたのかなって印象でした。まあ、姿も最後決めましたが、もっとディフェンスをしっかり締めてほしいっていうのがあります。なのでそのような点数になってます。ディフェンス陣もっと気を引き締め直してください。悪い時間にしのがないと意味ないんですよ。悪い時間に決められたら意味がないんです。松下さん、やっぱり最後のは決めてほしいっす。ああいう時は力まないように、軽くボールの中心に当てるだけで枠に行くので、枠に行かないと本当に始まらないです。まあ、全体的に試合見てて思ったんですけど、まあ、サイドでボールを持った選手、こねて取られるっていうシーンが多かったので、もっとシンプルにクロス上げてほしいです。ディフェンスの視点から見たら、クロス上げないでこねられるのと、やみくもでもクロス上げられるの、断然後者の方が嫌です。ボディーブローのように効いてきます。
シュートもそうです。シュートとかクロスガンガンやられると内心ディフェンスは嫌です。事故の可能性があるからです。でもシュートが枠にいかない話もそうですけど、アクションしないことには可能性って起きないので、こねて取られるって絶対点数に結びつかないじゃないですか。それだったら闇雲でもクロスの中に入れた方がディフェンス同士ぶつかるとか事故で得点の可能性出てきますよね。相手の足も止まってきますし、クロスガンガンいれば、本当にクロスガンガン入れられた方がサイドでこねて取られるより断然ディフェンス嫌がりますよ。相手の嫌がることやりましょう。気持ちよくさせる必要ないので。まあ、監督も慌てて終盤で3枚変えるとかじゃなくて、もっとタイミングフォワードとか、まあ、主力選手レギュラーで今出てる選手もっと早めに見切るというか変えてほしいなと思いました。 J2 で引き分けは負けと同じです。引き分けで勝ち点1じゃないですか。勝てばその3倍勝ち点3が得られるんですよ。引き分けで喜んでるあなた、引き分けは負けと同じって心に刻んでください。まあ、次水戸なので天気も悪くなるかもしれませんが、昇格を目指すなら必ず勝ってください。それでは応援してますのでよろしくお願いします。結果で答えてください。